なんか最近、車売るならなんとかみたいなの流行ってるじゃないですか。だから今回は、カーフォーセールシミュレーターで、車をね、まあ、売って、壊してまた修理して売って、もう繰り返していこうかと思います。それでは、やっていきましょうか。これがカーフォーセールシミュレーターか。このゲームは何をするのかっていうと、私もよくわかんないんですけど、カーフォーセールだから、車を売るゲームなんじゃないですかね。まずはゴミを集めましょうと。 今、ビジネス名が必要です。オフィスでコンピューターを開き、装飾セクショ,クションを入力して、名前を入力してください。俺は、日本語使えんのかなちなみに。日本語使え、使えないわ。ノバマンカー売ります。あれ飛び出てないサイズを大きくして、幅を大きくすると、めちゃめちゃ飛び出る。でもやっぱり、今、車屋の名前決めるんだったら、ビッグモーター。 これだと、まず印象悪すぎるし、もしかしたらビッグモーターにスラップ開示請求されちゃうかもしれないんで、ノットビッグモーターにします。これによって今回の動画はビッグモーターとは何の関係もないっていうことを証明していきます。うーん、ノットビッグモーター。だからお客さんがこう来るじゃん。お客さんが車直しに来るじゃん、こうやって。あ、やべえ、ビッグモーターだあ、違う。 あ,あ、ノットビッグモーターか。よかった。すいません。車修理してください。っていう作戦ね。次は、車を買うために近所に行きます。OK。お、バーガーだ。バーガー食べて。まずは、えあなたの最初の車、近所の車を見つけて購入してください。車を買うために所有者に相談してください。な、な、な、なにお、車来た、車来た。すいません。あ,あ、ダメか。どういうことなの こここにカーマーマケットがあるんだけどこのカーマーマケットもも完全に何もないこのゲーム大丈夫か近所で車を買うってどういうことえ何この対立はこの世界このゲームの世界観あまりにもシュールすぎるどうやら車の前に人がいるじゃん隣の家の車の前にも人がいるわけここら辺に住んでる人をみんな車の横に佇たずんでいるんだよねこれもそうだからもしかしたらこの世界では車を個人が売るのが違法ででも売りたいからこうやって車の横にいるけど 車を売ってるわけじゃないでも、個人的に話しかけると、売ってくれると。そういう世界なのかな。えー、ここでレポートの正確性を確認します。売り手は、あなたに嘘をついているかもしれないので、あなたは真の詳細を見るために、検査を完了することができます。いきなり、ペーパーズプリーズ始まったこんにちは、男。ねえ、男。私は、あなたに私の車を本当にいい価格で提供しています。ちょうど9849円、車を見る。どっちにしてもお金ないから買えんわ。こっちの方は やあ、兄弟。こんにちは、男。腹筋を取り付けた車両は価格が低すぎることはありません。腹筋を取り付けた車両。そして価格 ?1485 円のみ。どっちにしてもこの車がいいものなのか、悪いものなのかを判断することができないから、いいねで買うしかない。<laughs> 車買ったら人が消えた。えー、愛でエンジン。ーおらあ、くそ。こっちの車の方を攻撃してるわ。 ちょっ,と待って今この人、車をさ、攻撃したら人が動かんかったちょっと待って。この、この人と車は一心同体だわ。やべ、左フェンダーが発動した。また遊びに来よう。今はね、とりあえず、この車が破壊されたら、ゲームオーバーになっちゃうかもしれないんで。あー、あ新しいドリフトレコード。なんだな、このゲーム。次は自分のオフィスに行きます。行くぜ。こんな、あ、やべ。車がまた壊れた。大丈夫。私にはビッグモーターがあるから。 次は自分のオフィスに帰って、えー、コンピューター、ウェブサイトを開き販売します。ですって。はいよ。ここに車の価格。あー。9999円で売るか。うん、来た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 。こんなにぶつけまくった車買いたい人いるのかおー、みんな見てるぞ。車と同化しながら見てるぞ。あなたはあなたがそれをスピンのために取る瞬間にこの車に恋をするでしょう。そして価格ただ9999円。 この価格について考える必要がありますか同じ価格で受け取ります。ほんとあんなにポコポコにぶつけまくったのに買ってくれるんだ。さ、今度は家に帰るらしいこれ家これ家じゃねえだろ。でもベッドあるわ。家か。さ、新しい朝が来たぞ。今度は自動車市場だって。自動車市場は週の特定の日にオープン。へぇ、キャンピングカーとかもあるんだ。キャンピングカー買っちゃおうかな。高え。高えから買わない。なるほどね。近所で仕入れるよりは珍しい車が、この車市場には出てくるわけだ。つっても私1万5千円しかないから。 このちっちっゃいやつはこ1900だって買っちゃおうオラドケドケドケお,ー <laughs> おすげえあえ嘘。うそえこれで持ってけんじゃないのやべ持ってけはしないか今どうなってんだこれはあああっあっあっあ平行移動して、っあ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  話をしたら自分も一緒に移動するんだ。車を見てください。傷がついてますね。しかも新しい傷だ。買いません。そんな車。とりあえず、自分のとこに戻って、この車売るか。適正価格がわかんねえんだよな。10倍だと売れないかな。さすがに。やべえ、売ってるのに全然客来ねえ。ビッグモーターだからかな。違う違う違う。あ、ノットビッグモーターだった。危ね危ね、うん、ガチで誰も客来ねえ。値段高すぎんのかお、来た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 。ようこそ。 ノットビッグモーターへ。安いっすよ、この車。さっき何回かぶつけた。けど、私は、この価格は、私を悩ませています。あなたはそれを2744ドルに下げることができますかいやいや。さすがに、値切りすぎだろ。売らないでください。塩巻いとけ、塩。さすがに、ボーコンになってるからダメかもしんね。一旦、向かいのこの、リペアショップに行って、綺麗にしてもらおうか。よう、綺麗にしてくれうえい 私は現在別の車両を扱っています。んだよ。ジョニー。はいはい。ミシェルに頼んで車をきれいにしてもらおう。うらっミシェルの音がね <laughs> やっちまったかあ、行った行った。真ん中に駐車してください。んだよー。文句ばっかだな、ミシェル。これぞ。えー、修理。すべてを修理。482円。おお、電光石火で移動してたな。すげえ不気味な感じになってるけど、車ってそっから穴開けていいもんなのかお、車直ってる。 ありがとうな、ミシェル。あとは、この汚れをなんとかしたいな。じゃあな、ミシェル。車ってどこで綺麗に済んだあのガソリンスタンドかあった、カーウォッシュ。あなたの車はとても汚いです。言われなくても分かってるわ。お、ちょっと待って、嘘でしょ。人が中にいるのに、洗場を始めやがった。よし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 。車が綺麗になりました。いでにガソリンも入れていくか。よし、ガソリンマックスでこんなに綺麗になって、ボコボコになってるところもない。俺は高く売れっぞ。邪魔だ邪魔だ。 危ない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 。これはもう1億円で売れんだろう。でも控えめに2万。2> やべ、夜だ。いきなり夜になるな、このゲーム。この世の終わりかと思ったわ。じゃあね、あの、家っていうか、小屋っていうか、あれに帰って寝るかいったこれ本当に家なんか大丈夫か今日はマイナス1900円。車の代金しかカウントしてないぞ、このゲーム。しかし全然人来ねえな。このゲーム、もしかして、客が来るまでここで待ってなくてもいいのかな 待ってる間にもう一個違う車を買うか。これでいいや。てかこのゲーム気づいたんだけど、走って、車の側面にぶつかると、めちゃめちゃ高くジャンプできる。ま、めちゃめちゃ高くジャンプできるからどうなのって言われると、特に何もないんだけど。上から失礼。その車、買います。オフィスに客がいるって書いてある。今行くぞ。おっせえこの車。多分オフィスあの辺りだから、行くぜよし 大丈夫大丈夫ちょっとくらいボコボコになっても大丈夫今までで一番高い車だけどもうほらめっちゃ早く着いたおー客が二人も来てんじゃん待た,せ待たせたね <laughs> 買うこの車2200ドルに下げることはできますかダメに決まってんだろう。君は帰ってっちゃうなやっぱり登場と同時にこの車ぶつけたのが悪かったか2977ドルに下げることはできますかしゃーない打ちまおうこれでそれくらいだったんだろう。 多分あの車の適正価格はうんで今日は車オークションが開かれるらしいイエーイやばい車オークションが始まってる待って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 うらぁやばい車オークションがもう始まっとるわ2万40002万5000やるなこいつら私9000しかねえのにめちゃめちゃ上がってく117マックスプラスうん変えたおの車手に入れたはいいけどどうやって自分のものにするんだほらよこせおあなたは車を買いましたあれか あれかうん全然分からんとりあえずこの車をきれいにして燃料を入れて売るかおっレースかおらよーしし理だ修理ドリフト修理よいしいい感じにいい感じによろしく修理を待ってる間この床に転がってるゴミを集めてこいつに売って小銭を稼げるこのゲーム謎すぎるなさあノットビッグモーターに到着

この価格を6233円って言ったらち、ちょ、っと下げすぎじゃないこれくらい出してもらわないと。元な価格から引き上げたようです。ああっと、じゃあ。これくらいならどうちッ。帰れ帰れ。君は ?7162。こいつは ?5800。5000から6000くらいが適正価格っぽいな。うん、これ買ったの6000くらいだからなぁ。じゃあね、7300くらいで売るか。あー、やれやれ。 でもなんか分かってきたぞ。車を洗ってガソリン入れるだけじゃなくって、ペイントとかすると、高く売れる。おっとこれ、こっち向きで給油できんのかあ、消えた。車のペイントをしてみよう。おー。すげえ、まし、めちゃめちゃいい感じになってる。んで、こっちでチューニングもできる。フロントサスペンション。すげえ。GTA みたいなことできる、これ。これも MAX。プレートナンバー、皿。プレートナンバー、 あプレートナンバーには日本語が使える。皆殺し。で、タイヤ。で、付けられるもんは全部付ける。この車1800円で買って3200円も改造に使ってしまっている。わぁ、サスペンションが長いからすっげー不格好。この車マジで1万円くらいで売れないと本当にお金なくなっちまうぞ。値段は9999999 99 99 99円。頼む。売れてくれ。いいねで売れてくれ。す、うん、げぇトラック売ってる。 これ、マイナス9999ドル円で売ってくんない残念ながら、私は価格について交渉したくありません。んだよ。だ逆に、信じられない高値で買うって言ったらどうなるあ、ダメだ。あ、ってか、オフィスに100来てる。あれ、マジで2万くらいで売れないとやべえからな。5587ドル。いやいやいや。だいたいみんな5000くらいで売ってくるな。しゃあねえ、5000円で売るか。はあ、まったく。このゲーム、儲かる気がしねえぞ、全然。そしてまた家に帰る。家に帰る前に、バーに寄ってみるか。 おいおい、ギャンブルできんじゃん。限界までかける。始める。ブラックジャックか。打つ。大。打つ。来た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 。イかつ3万1682。んだよ、やっぱりギャンブルだな。打つ。打つ。失った。でも大丈夫。メインメニューに戻る。続く。うーん。っていう夢だったんだよな。ブラックジャックで謎のバカ勝ちをしてね。 お金が30万まで増えてしまいましたこれで何でも買えるぞお自動車市場が開いてるほらどけどけ30万を持ってる私が通るぞ何これ一番高そうなやつをくれよこれ高そうだぞ29万2915 <laughs> 買えないことはない買うすげえいくぜほらブラックジャックで一晩で稼いだめちゃめちゃな量の金を全部この車につぎ込んでやったぜほら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 ー後ろ向きにダッシュうわなんだこれ

この車の持ち主大変なことになってる <laughs>。ああ、なんだこれうわっ世界はこうなってたのか。下の方では車がとんでもない勢いで動いてるし。ああ。帰ってきた。あ、あの人も大変,大変なことになってる。世界が完全に破壊されてしまった。あ、また飛んだ。このゲームの物理エンジン、おかしすぎるぞ。やばい。 やば,いやばいやばいやばい。飛びすぎて世界が完全に緑になってしまった。ああ、落ちてきた。なんかすっごいどうでもいい発見なんだけど、ひっくり返った車のホイールにぶつかると上にめちゃめちゃ飛ぶ。ヒュー。まあだからどうしたって言われると、これによって何が起きるわけでもないんだけど。え、てか、下が完全に緑になった後しばらく立つんだけど。ああ落ちてきた。おうわこんなとこまで飛ばされたのか。 あれなんだこの車全然知らないところにもひっくり返った車がある。カオスだな、このゲーム。タイヤにぶつかるとどうなるおぶつかる、飛ばない。あの車だけがおかしいんだ。じゃあ。まあ、あの車だけがおかしいっていうか、全体的におかしいことになってるけど。ふっふっふっふ。<laughs> いやいやいや、大変なバグを発見してしまったな。まあ、大変なバグも発見したし、今日はこんなもんにしとこうかな。じゃあ、面白かったらチャンネル登録お願いします。それでは。 また今度。